はい、こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、テーマがね、ちょっとね、スクエアな感じを意識したジュエリーアイテムっていうのを集めてみましたね。なんかちょっとご紹介をこんな形でさせていただきますね。じゃあまずペンダントトップ、ペンダントとかネックレス類でこんな感じ、四角いモチーフっていうのをちょっとこっち行ってみましょうかね。最初にね、これなんですけどね、すごくマルチカラーがね、あのちょっと違うんですよ、右と左と。こう2つに分かれてて、こう一緒につけると粋なんじゃないかなと思って私が考えたんですけど、ちょっと小ぶりなのでね、2つであることで、で2つ違うんですね。こっち原色的、こっちちょっとあの統一感があるクールな色な感じで統一されていてって感じで、バーみたいな感じ、まああると言っちゃあるんでじゃしようけどね、こういうのもね、なんかこれが2つっていうところがちょっと個性的になるかなと思って、ちょっと私楽しみにしていますけど、これお客さんにいずれですね、あの使ってもらうレンタルにしていきたいと思っています。なんかこういう、こういう色集まると逆にあのやりやすい、あのね、合わせやすいんじゃないかなと思っていますね。はい、次ブレスレット行ってみましょうかね。はい、この四角もね、ある意味四角なんだけどちょっと個性的ですね。実はね、これ円柱型なんですよね。だから円柱型だから本当は四角じゃないんだけど、こういう風につけるとなんかあの四角く映る、四角のやつと相性がいいっていうのはすごく感じますね。あの目に映るこのなんか立体的なのが正面から見ると平面に映る感じが四角く映るっていう、なんかそういうのちょっと知るといろいろ見ながら、あの実際のものの形と目に映る形がちょっと違う風になるっていうことを、なんかあの見ると面白いかもしれないですね。そうするとちょっとコーデの幅が広がるし、なんかヒントとかになるかもしれないですよね。これ本当面白くて、であの和風の石ですよね。これメノなんですよ、全部ね。これがマルチカラーになっていることがすごく珍しいし、だいたいメノってパワーストーンとしてなんかつなげるだけに使われていることが多いんだけど、こうやって丁寧にあのね、地金をこういうふうに、18金をこういうふうにあのパーツでつなぎ合わせて作ってある作りがとてもいいなと思って、あの作りの良さにちょっと感動しましたね。はい、で最後リングなんですけど、こういう前多重ってことをご紹介した時に、あのこれの丸いバージョンが出てきたと思うんですけど、それの四角いバージョンですね、ガーネットですよね。こういうのもね、あの四角もこういう向きだけじゃなくて、こういうふうにダイヤみたいな向き、ひし形みたいな向きにすることで、ちょっと違ったギザギザした雰囲気出るのも、またこれもありかなと思いますし、やっぱりあのさっきのこれ、こういうのなんかとね、こういうのなんかと、あのこの中に色が入ってるわけですから、よくマルチカラーって一つの色をその中からピックアップすると良いっていうので、この中に、赤が強くないじゃないですか、この中ね、全体的に。まあ、ここに1個多分あると思うんですけど、なのであのそれを これでちょっと強調するみたいな感じの付け方ってどうかなって、ちょっとぼやけているのをここでなんかあのグッとあの強く出していくみたいな付け方ってあるかなと思います。はい、じゃあ今回はこれで3つのね、スクエアの、あのご紹介をしました。ありがとうございました。